表で聞いたよ、何があったか。よかったら相談に乗るぞ。頑張ってるっていうのはやっぱり幸せになりたいからじゃないの？離婚届でも持ってくるんじゃないかって俺はそう思う。とにかく謝れな。女がへそ曲げてきた時は謝罪、ごめんすいません悪かった、許してくれ、これでなんとかなるから。それは男のすることかな。